優れた映像っていうのは横から光が入るだけで、それが朝か夕方か分かるんですよ。朝日と夕日っていうのは見た目にもそっくりなんですけども、演出の描き方によって明らかに希望的なものなのか感傷的なものなのかって分かるんですね。で、メイドインアビスはこのこちら側の方から光が入ってて、で、街のこの左半分はまだ真っ暗な闇に閉ざされてるから、街の中に明かりがポツ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 と残ってるんだけども、希望に溢れた朝が来ると。お話全体のテーマでですね、わかりやすいんですよね。かつてその天空の城ラピュタでもですね、パズーがいるですね、そのスラッグ渓谷というところに、パパッパパッパパワワパっていう風に、パズーがラッパ吹いて朝日が入るシーン入れると。あれをなんで宮崎さんが描きたいのかっていうと、その産業革命の時の言っちゃえば子供が働かなきゃいけない過酷な状態の中でも、こんな谷の奥にも朝が来て、この朝日が周りを輝かしてるんだ、この世界は綺麗なんだっていうのを見せることで、その世界が綺麗だからそう綺麗に撮るんじゃないんですよ。アニメーションの場合は何かを綺麗に見せることでこの世界の美しさというのを描くんですけど、これがやっぱりね、できるね、アニメっていうのはね、優れてるんですね。アニメに限らずマッドマックスとかですね、メッセージとかですね、ダークナイトとか、あの辺のなんか映画ってちゃんと世界の美しさをね、描いてるんですよ。君の名はもそうなんですね。君の名を見てると現実の新宿より綺麗なんですよ。で、スラムダンクのダンクのオープニングなんか見ても実際の湘南の電車の踏切よりずっと綺麗に描いてる。それはなんでかっていうと、その絵の力なんですね。絵っていうのは写真じゃなくて、綺麗に描いても嘘にならないし、作り手側にはこういう風に見えてるってメッセージになるんですよ。なんだかんだ言っても僕がですね、この素晴らしき異世界でこのスバっていうやつですね、主人公の兄ちゃんがハーレム状態でダメな冒険してるアニメが僕第一シーズンすごい好きだったんですけど、それ好きな理由はスタッフに恵まれないし、絵もそんなに上手くないんだけども、それを描こうとしてるんですね、夜明けのシーンとかで。で、リゼロにもですね、やっぱこの世界っていうのはいろいろあるかもわかんないけども、面白い、綺麗だと、美しいというのを書こうとしてるんですよ。まあ、後で話すですね、異世界はスマートフォンとともにはですね、そういうシーンが一切ないんですよ。この世界は素晴らしいがなくて、綺麗なお城ですとか、綺麗な部屋ですとか、綺麗な姉ちゃんですっていうのがあるんですけども、この世界全体を称賛する、僕らが生きてる世界、異世界でも何でもいいですが、そこを素晴らしいもんだというふうに、ここを肯定的に書かないと、映画を見てるとか映像を見てる人間が救われないところがあるんですね。だからこういうのをしっかり書いてるっていうのは僕はもうすごい信頼できると思うんです。これからも動画をアップしていくので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。